あなたは無視をされるとどんな気持ちになるでしょうかってことでまあ私は悲しく感じるんですよね。そしてこう無理やりにでもこちらの話を聞かせようとして結構高圧的になったりします。でも、えー、そういうふうなことをしたらね相手は余計に話を聞きたくなくなる、うん、そういうふうなことがあると思うんですよね。じゃあどうしたらいいのかそういうことについてちょっと動画にまとめましたので、えー、この動画を見てほしいなって思います。ってことで人が 引ききけられれれるそそのの話し方ですすすねねにについいいいててて語っていきたいと思いますこれ本当に、ね、老若男女べ人例えば歩き方がおぼつかないお年寄りであってもですね気の弱そうなキャピキャピあ気の強そうなキャピキャピ女子でもですね装飾系のなんかやさ男、まあ、ひねくれてそうなニヒリストなそんな雰囲気の男子とかもうねスーツをビシッと着込んだバリバリのビジネスマンとかであっても もうこういう話し方をされると絶対に聞いてしまうっていうまあ、秘密兵器があるんですね。まあ、本当に文化も関係なく全ての人が絶対に反応してしまうというか話を聞き込んでしまうそういうふうなね話のコツっていうのがあるわけなんですけども。 これが分かったら何がいいのかっていうとあのお客様とのアポの数が増えたりだとか、まあ、お客様とその結果今よりね売り上げが10万円とかプラスなったり、まあ、20万円30万円とか、まあ、単価によっては本当にもう100万200万とか、まあ、不動産関係の人だったらもう本当に売り上げが億とか数千万っていうね額で変わってくる。 で,すよ、ね、で他にも子供がねゲームばっかりやってて話を聞かないっていう時もこちらに興味を引きつけさせてそして話に引き込んでいって相手がね、あのー、自分の望むような変化っていうのを相手に与えることができるついつい話を聞かせることができるそしてあなたの話に興味を持たせてですね、あのー、引き込んでいくことが可能になるんですよね。 でちなみに子供がこがゲームとかテレビとかそういったものにハマるのもこのの会話の秘密兵器とすす。ごく関係があるんですそ,う、まあ、その辺についても話していくんですけど人を巻き込む話し方ができるとメリットはそれだけじゃなくてとにかくこう魅力的な人間に思われるので重要人物だと思われたりだとかあとはその大切に扱われるようになりますで。もちろんいろんな人とつながってちやほやされて人気者になることもできますし。 影響力もすごく大きくなって社会にすごい強いインパクトを残したりだとかもし,もしくはあなたがこう言いたいことをちゃんと理解してもらうことが可能になるんですね多くの人がうまくいかない理由っていうのは自分の言いたいこととか自分自身がその言ってることの価値っていうのをきちんと相手に伝えることができていない、まあ、ほとんどがコミュニケーションの問題なんですねこのコミュニケーションの問題が本当に解決するそういうふうな、えー、話をしていきたいと思います なんで、すごくこの話、あなたの人生に大きな影響を与える重要な話になります。むちゃくちゃ重要な人生のスキルになりますので、最後までこのね、動画をしっかりと真剣に聞いてほしいなって思います。で、具体的にね、その人を巻き込む話術、コミュニケーションの秘密兵器って一体何なのかっていうと、これがストーリーなんです。ストーリー。 そうでこのストーリーっていうのは分かりづらい話を分かりやすくしたりイメージさせることによって相手の無意識に、うん、あなたの伝えたいことをメッセージすることができるそういう風な効果があるんですね。もともとこのストーリーは、えー、ユングさんっていう人がいてねカール・グスタフ・ユングさんかなっていう人が神話学っていうのを勉強していてこの、まあ、その神話学っていうのがあるんですよ。 でこの神話学ってなぜ始まったかっていうとこう世界各国にいろんな文化があるといろんな考え方があるいろんなその民族としての違いがあるのになぜか神話の中では同同同じじじよよようううななななストーリーーリ話の流れ同じようなキャラクターが出てくるこれなんでかなーっていうことを考えた時にこの集合的無意識人類が共通で持ってる無意識とこのストーリーっていうのがリンクしてるんじゃないかっていうことからこの 神話学の研究をユングさんは始めてでまあ原型っていうのを発見していくわけなんですけども何が言いたいかっていうとこの全世界すべての人がこのストーリーっていうものを話されると聞いてしまうっていう特性があるってことなんですね思い出してほしいんですけどもあなたは昔日本昔話が好きだったでしょうかでその話の意味が分かってなくてもなんとなくあの日本昔話とか、えー、ストーリーっていうのはやっぱり聞いてしまう でこれ多分人間の特性なんだろうと思いますだからこそ人と話すときにはこのストーリーっていうのをちょこちょこ入れていくと相手を引き付けることができるんですよねでそんなストーリーの中でもすごく使いやすいのが例え話なんですでこの例え話が上手い人っていうのはすごく人を引き込んでいくことができますね、うん、でまあ、今日は、えー、そんなところでですねこの。 X ブッダっていうね教材を出してる仙人さんっていう方がおられるんですけどもその仙人さんに質問したいことがあるんです。それ何かっていうと僕の中では個人的にいろんな経験をしておくとか人の話のいろんな経験を聞いておく、うん、深い部分まで聞いておく、まあ、そんなところかなと思ってるんですけども、うん、例えば、うん、そうですね例え話にこんな要素を入れると人はより分かりやすくなるよとか そういういなね他のコツもあればですねぜひ仙人さんに教えてもらいたいなってそんなふうに思いますのでこの質問を仙人さんにね今度投げておきたいと思いますその結果どうなったかっていうのはまたねご報告させてもらいますねはいで、まあ、この人を引きつける秘密兵器ストーリーなんですけどじゃあどうやって具体的に作っていけばいいのか基本的な部分をね今日はシェアしたいと思いますでまずはステップ1であの頭の中で映像を作る 頭の中で映像を作るあなたが話したいことをまず頭の中で映像化するんですねしかも動画動画で頭の中で思い描くこれまず自分の頭の中で思い描けないとストーリーっていうのが話せないんですねそうで次に時系列で始める時系列で始める例えばこの間渋谷でとか、うん、昨日の夕方の話なんだけどさとかそうだ3日前の夜にねとか言って 時系列から始めると勝手にストーリーになっていくんですね。なぜなら、人のこの知覚とか人の認知っていうのは、時間とか空間を基準に考えるからなんですね。私たちは時系列が連続していると感じているので、その時系列で始めることによって、あなたのがストーリーにしようと思わなくても勝手にストーリーになっていくっていう特性があります。だからまずは頭の中でイメージして、時系列から始める。 でそうしたらあとは頭の中のシーンが動いていくので、えー、その動いていくシーンを詳しく説明していくってことですね例えば、えー、この間渋谷でさ黒いスーツを着た25歳の男性があのスクランブル交差点あるじゃんあのいっぱいね人があの行き来してるすっごいあの人の数がいるあのスクリーンがいっぱいあるあのスクランブル交差点で右手を振り上げて拳でねグーの形で右手を振り上げて大きく口を上げて怒鳴ってたんですよねって感じで。 頭の中のイメージをできるだけ具体的に話していくで、この3ステップが基本になるんですだから頭の中で映像とかそのシーンっていうのを思い浮かべなかったら、えー、ストーリーっていうのを語るのが難しいってことなんですねだからまずそれの練習をしないといけないですね あと構成とか流れとか気象転結とかそのテンプレートとかそういう細かいところはいっぱいあるんですけどまずこの基本の3ステップを練習しておかないとあの構造が分かったとしてもテンプレートが分かったとしてもなかなかストーリーテリングがうまくいかないってことがあるんですよね。だからこそ自分の過去とかあとは自分が経験したこととかを思い出す。 鮮明なな映像で思いい出すっていう訓練が必要になります。で、この練習の何がいいかっていうとこの練習をするだけでこの頭の中にイメージを浮かべてそれを口で説明するっていうことをするだけであなたの IQ がが上がるんですね、まあ、その結果いろんな情報があってすごい混乱してる時代じゃないですかそんな中でもその混乱をねせずにすごく適切に素早く情報を処理していくことができるんですでそれだけじゃなくて うん、これ意外なんですけどもこの過去の映像を思い出すそして、まあ、現在の映像を思い出すっていうことをやっていくと頭の中でこう描くようにしていくと目を閉じて今目の前にあるものを想像するっていうことができるようになってくると未来のビジョンあなたが本当に求めてるビジョンとか未来の目標とかっていうのが発見しやすくなるんですね。 そ,うだその結果あなたは人生に使命感を持って情熱を燃やして、うん、そういう情熱を燃やせる何かっていうのを見つけ出すこともできるようになるってことなんです実はこれってもうこの学習と教育っていうことに関してむちゃくちゃ重要なスキルの一つなんですこのイメージを思い浮かべてそれを言葉で説明するっていうのはでこの学習と教育スキルのがもうこれからの時代にどれほど重要になるのか本当にこれに気づいてる人っていうのが本当に少ない現状なんですね でこれからの時代はテクノロジーが発展して本当に情報の数が今の1000倍2000倍になってくるわけなんですよ5年10年ぐらいでねそうなってきた時に本当にその情報処理能力が必要になってくるんですねそれを素早く体系的にまとめて分かりやすく伝えるきちんと伝える能力この学習をするスキルインプットですよねその情報をうまくインプットするスキルそしてそれをうまくアウトプットするスキル誰かに教えるスキル この2つのスキルっていうのが本当に重宝されるんですね。そうこれがすごくお金に直結スキルにつまりなってくるっていうことなんです。これに気づいていると本当にまだ少ないんですね。だから今あなたがこの時点からこの学習と教育スキルを学ぶことで5年後10年後に本当にアドバンテージを持てるしあのそのことには本当に大きな資産っていうのを作ることができるんですね。 だから本当にこの学習と教育スキルっていうのはあなたの時間とお金と労力を投資する価値があると私は信じています。でもしあなたがねそういうふうな本当に次世代のスキルを手に入れてお金に直結させてお金に変えて人生をね良くしたい人生を豊かにしたいもしくは、うん、自分のね毎月1回とか海外旅行に行きたいよとか高級レストランでねこう分厚い ステーキ肉汁が滴るステーキをもう毎月ね食べたいよとかってねそういう欲求があるんだったら今すぐねこの下のリンクをクリックして最新の学習教育テクノロジーを完全無料でで手に入れて欲しいと思うんですねそうであの1500人の人が集まって2,000人2,000万円以上の経費をかけた、まあ、東京で行われたある伝説のセミナー が完全無料でで公開されているんですねただこの企画いつ終わるかわからないんですなのであなたがこれを見た、ね、瞬間もう1時間後には受付が終わって手に入らなくなってるかもしれないだからこそ終了する前に素早くこのね下のリンクから伝説のセミナーを手に入れておいてくださいってことでね今日のストーリーの話し方人を引きつける話術のコツですよね役に立ったなっ,て思ったたな思人はぜひとも ブログじゃないや <laughs> ぜひともあのチャンネル登録をしおいてほしいなって思いますチャンネル登録をしててくれたら僕がこうやって動画を撮ったらあなたのところにねその動画が届くので、うん、またねあなたにとってすごく役に立つ話をしていきたいと思うので、えー、チャンネル登録はしといておいてくださいってことで、まあ、今日はストーリーについて仙人さんに聞きたいことと、うん、ちょっとしたねそのストーリーのまず基本的なイメージングのスキルですね訓練方法についてあなたにお伝えしました 次回はねまた人を引きつける話し方だったり人を引きつける文章の書き方あ今日の話文章にも使いますからねそういうふうなことについて詳しく説明していきたいと思いますので、えー、楽しみにしておいてくださいそれじゃあまた会いましょうバイチャ